あら、ちょっと悲しいのか嬉しいのかちょっとわかんないわね。シンプルに好きって言いなさい。半世紀前にね、ずっと使ってたからね。わかったわ、翻訳していこうかしらね。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローお願いね。皆さんこんばんちは。みんな元気かしらね。私はね、みんなもう気づいてるだろうけどね、もう精力剤飲まなくても5発はいけるわね。え？何が5発って？内緒よ。まあ、そんなことがね、どうだっていいのよ。今回は次にね、武器のバランス調査のリーク情報がね、出たのよー。やっぱりこの時が一番ワクワクするわよね。もうね、夏休み明けに久々に好きなことを会えるぐらいワクワクするわよね。まあ、リーク情報もね、全部英語だからね、私がさらっとまとめて、さらっと流していくわよ。この画像ちゃんたちがね、簡単に強化と弱体化される武器のまとめてもらえたも、まとめられてもらうんだけどね。もうこれね、私の読み通りだったわね。まあ、SMG が弱体化されて、AR と LMG が強化されて、AR、LMG 関係になりますよと。さらには強力なスコア制御、ヘリガンナーとかね、このレーザーとかね、まあ、弱体化されるんだけどね、読み通りだったわね。やっぱ唯一不思議なのがね、やっぱりスワーム弱体化してほしいわよね。一回出したらね、核みたいなもんだからね、ちゃんと修正してほしいわよね。ま、愚痴をこの辺で終わらしておいて、武器の強化弱体化をさらっとさばいていく。ボンボン。いや、ほんとにね、今回ボリューミーなのよね、メタンコ強化あるわよ。左上からさらっと見ていくと、DRH、HBK、ガリル、ハブラ、AK17、M13、KRM、R9、UL736。これらの移動速度、機動性がね、若干上がるみたいで。何が一番びっくりしたかというとね、ショットガン2種類がね、入ってんだよね、KRM と R9 にね。これはなかなか運営さん、神修正見してきたわね。確かに AR、LMG 環境になってくるとね、ショットがほんときついのよね。ほんとにね、街のプレイがね、メタンゴ増えんのよね。で、そういうところ考慮して機動性を上げたのかしらね、ショットガン2つのね。はい、次、ガヤックスナイパーたちね、EBR、SVD。エイムしただけの移動速度が上がりますよ、と。いや、マジか。これワンチャン、SR でレレレができちゃう環境になっちゃうっていうこと？なんかワンチャンありそうよね。はい、次。ファマスタイプ、ガリル、M4、LMG、UL736、レネティのレンジが改善されると。おー、これはなかなかいいところついてきたわね。まあやっぱり私が注目していきたいのはね、このファマスかしらね。この高火力で無反動なこのファマスはね、なかなか強くなると思うわよ。まあ、今の状態だとね、だいたい25メートルぐらいまでなら4発切り可能なんだけどね。で、この距離がさらに伸びてくるとなると、これはちょっとね、脅威になるかもしんないわね、ショットガン使いからしたらね。はい、次、サクサクシーズンぐらいの派遣武器ね、タイプ25。もうこのレートの高さと高火力はね、ちょっと半端ないわよね。まあ、今レンジも若干短いからね、キロが使う人は大半なんだけどね。これまた使う人増えるかもしんないわね。で、まあ次のガリル M4、LMG、UL736 あたりはね、ちょっとダメージが上がんないとね、何も変わんないと思うからね、ここは飛ばすわよ。ほんで次、3発キル確定武器ね、ASM10 万王。リロード速度がメタンコ速くなると。まあ、メタンコかどうかわかんないけどね。はい、次、みんな大注目の RPD ね。簡単に略していくとね、ダメージ射程距離が上がるのと、ヘッショのダメージも若干上がるのよね。今まで通りだとね、ヘッショ一発入れてもね、3発キルできないのよね。ヘッショ2発入れないとね、3発キルできないのよ、この RPD。で、これがヘッショ一発でも入ればね、3発キルできちゃうっていうね、これぶっ壊れなるかもしんないわね。ほんでもってダメージ距離も上がってくるからね、これはちょっと脅威かもしんないわね。ほんで、新しいアタッチメント、バレルについてね。まあ、さらっとこの新しいバレルについて説明しておくとね、撃ち続けると、ピピピピーってヘリガンナーみたいになる感じかしらね。で、このバレルをつけると、縦反動削減、レンジがメタンコ上がる、ヒットフレンチも下がると。いやー、これはね、まあ、バレルだからね、モノサップ派に分かれるかどうかちょっとわかんないところよね。まあ、そもそも RPD もね、そんな縦反動ないからね。まあ、どちらかというと、バトロワン向けのカスタムかもしんないよね。まあ、AK47 のコンボグリップみたいなね。まあ、ただ、エイム打ちた時にたまたま集団率下がるからね、これが問題かもしんないよね。はい、次、歯ブラシね。射程距離が飛びんのと、このサンダーボードスリングっていうこのストックのアタッチメントがあるんだけどね。これをつけた時の腰打ちの命中率が上がりますよ、と。はい、次、KN44。あ、来たー！あー、この武器もね、私ね、お気に入りの武器の中の一つに入るんだけどね。いやー、ちょっと嬉しいわね。まあ、射程距離が伸びて、ヘッショのダメージもさらに上がっていきますよ、と。まあ、この武器も使う人なかなか増えるんじゃないかしらね。はい、次、ピースキーパーね。どうやらダメージ射程距離が上がるみたいね。ただこのラビットファイアバレルつけた時は効果は出ないと。いやーでもね、普通にピースキーパーね、射程距離なかなかあるわよ。でもってマガジンの増加はね、これちょっとピースキーパー環境武器になるかもしんないわね。
はい、次。歯ですね。いや、ちょっと久々に聞いたもんね。まあ、射程距離が伸びて、クロスバーというアタッチメントをつけた時に、この命中率が上がりますよ、と。まあ、確かにね、このクロスバーつけた時にね、この30メートルぐらいから、ね、結構抜きづらくなってくるからね。まあ、LMG ならそこは抜いていきたいところよね。はい、次。AK-117。これはちょっとね、私はね、なんかみんな結構期待してるんだけどね。まあ私は環境武器にならないと思うわね。まあダメージがどれだけ上がるかにもよるんだけどね。まあ AK-117 ならまあ M13 でいいんじゃないのっていうところになるかしらね。はい、次 LK-24 ね。まあいろんなところで強化は来るんだけどね。まあこれが脅威になるかどうかと言われるとね、まあならない気がするわね。まあ確かにこの4発キルを30メートル以上乗してくるとなると結構脅威かもしれないけどね。まあレートもそんな高くないからね、まあ大丈夫かしらね。はい、次 SKGKS サガーで、いやーちょっと意外なところ突っ込んできてはね、 GKS は予想外だったわね。射程距離が上がってダメージも上がって、ヘッショダメージもあって、腕、胸、上のダメージも上がっていくと。まあ、レートの遅い SMG ってことでまあ有名なんだけどね。この強化が入れば、3発キルできちゃう SMG が誕生しちゃうかもしれないっていうことかしらね。現在ヘッショ36ダメージでね、ヘッショ3発入れればまあ3発キルできるんだけど、今はね。だからワンチャンヘッショ1発入れたら3発キルできるかもしれないってことかしらね。はい、次、スウォーディッシュ M16 ファロー LK20 ファーマス、ちょっとメタンコあるわね。まあ、たまたまの集団率がメタンコ上がるってことかしらね。バースト系の武器にこの修正はありがたいわね。ほんともっと HVK30 にね。いや、これはちょっと HVK ワンチャンあるかもしんないわね。で、M4!LMG!DRH!UL736。これも 10% から 20% ほど弾のばらつきが減ると。でもってこの下のキロを含む M13 含むこの武器たちがね、まあ、弾のばらつきが減るっていうことかしらね。いやー、マジか。環境武器マジか。俺はキロと M13 まだまだ使う人多いかもしんないわね。普通にキロね、まだまだ強いよ。ほんでもってこれの修正がバトルワンにも追加されますよってことね。はい、次、弱体化される武器たちで、本当にね、私の予想通りでびっくらポンだわ。 SMG がね、メタンコ弱体化されるわね。まずはペペシャ35発の高速リロードのマガジンをつけた時に、移動速度が 8% の上昇か 5% の上昇に変わりますよと。まあ35発のリロードマガジンつける人なかなかいないんじゃないかしらね。はい、次、999ね。あらやだ、私のロックタンが弱体化されるのね。タクティカルバレストックなしつけた時の移動速度が下がりますよと。まあ 1% しか変わんないからね、そんな変わんないかもしんないわね。はい、次、みんな大嫌いマックテンね。あ、これはメタンコレシーはね、もう今はね、サミットとか行ったらね、マックテンもまた脳筋どもしか本当にないからね。ページの射程距離が中距離ぐらいからでも下がってきますよと。ほんで、スティールストック、コンバットストックつけた時の、まあ、スピード、移動速度が下がりますよと。まあまあまあ、今のマックテンもね、中距離も結構抜いてくるやついるからね、これはまあまあ妥当ね。はい、次、フェネック MX9 ね。まあ、AMG の移動速度がガクッと下がりますよと。要するに、レレレ速度が若干下がりますよってことかしらね。ここはちょっと修正する必要あったのかしらね。まあ、レレレを修正するならね、全部の武器のレレレ速度を落としてほしいわよね。例えば、ピースキーパーとかね、あとはビゾンとかね、結構メタンコ早いからね。はい、次、スコアストリークス関連の強化弱体化について、まず、パーシスタンス、不屈からね、パークから青パークに変わりますよと。で、不屈を使った時にスコアストリークスが1から3までランク付けされますよ。で、各ランクのスコアストリークス1つまでしか積めないということね。まあ、つまり強力なスコアストリークスを3つ一気に積めないということになるわね。まあ、これまでの不屈はね、まあ、ハードラインと組み合わせて強力なストリークスを出すというのが役目だったんだけどね。これができなくなるということね。まあ、これはまあまあありがたいわね。はい、次、ぶっ壊れナパーム、燃えてる時間が短くなりますよと。そして、チョッパーガンナー。必要なスコアストリークスのポイントがメタンコ上がりますよと。まあ、これは妥当ね。ビトーレをぶっ壊れたからね、このチョッパーガンナーはね、それ上がって当然よ。そしてオービタルレーザーも必要なスコアストリークスのポイントが上がって、まあ、期間も短くなると。そして最後に EMP システムね、必要なスコアストリークスポイントが下がりますよと。いや、これは来たわね。ほんと今なんだっけ、1300ポイントだっけ。ほんと結構高いからね。はい、ということで今回は武器のバランス調整紹介したわ。まあやっぱり予想した通り AR、LMG 環境になることは間違いないわね。ただどの武器が環境武器になるか、これはちょっと悩みどころよね。これまで通りキロ M13 が覇権を握っていくのか、それともピースキーパーがさらに上がってくるのか。いや、ファマスがワンチャン出てくるか。いや、RPD か。いやー、結構楽しみね。ということで今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。ババケーン。